16球団構想。ソフトバンクの王貞治球団会長は2020年1月、テレビのインタビューで、できるものなら16球団、あと4つチームが誕生してほしい、と発言していました。そして、2004年の近鉄オリックスの合併を機に始まった1リーグ構想に待ったをかけた、当時の日本プロ野球選手会会長であった古田敦也氏も、16球団構想は今もう、すでにやっていると発言しています。そこで今回の動画は、もし、プロ野球が16球団になれば、本拠地はどこになるのかを妄想してみました。そして、もし16球団になった場合のデメリットも合わせて考えてみました。それでは、本日もよろしくお願いいたします。まずは、なぜ16球団構想が出てきたのか？ですが、いくつかの理由が考えられています。1、クライマックスシリーズ。現在、両リーグともに行われているクライマックスシリーズですが、1リーグに6チームしかないにもかかわらず、半分の3位までクライマックスシリーズへ進めます。それに伴い、借金を抱えたチームや3位のチームが日本一になる可能性があります。まあ、これまで実際に3位から日本一になったのは2010年のロッテだけですが、これをチーム数を増やし、MLB のように2リーグに地区制にすることで、各地区1位同士がリーグチャンピオンを決める試合を開催し、下位チームが日本シリーズに進むことがないようになります。2、イースタン・ウエスタンの奇数チームの是正。近鉄とオリックスが合併した影響で誕生した楽天ですが、本拠地を仙台に移したためにファーム両リーグが奇数チームになってしまいました。現在は、2軍だけの球団を作る構想もあるのですが、2軍だけでは経営なども行き詰まる可能性があります。やはり、1軍あっての2軍が平常だと思うので、これの是正も目的でもあると思います。3、チーム数を増やすことでの野球人口低下の打開。少年野球チームはもちろん、社会人野球のチームなどが減ってきており、野球人口は減少傾向が続いています。高校や大学まで野球をやってきても、就職と同時に野球を諦める選手もいるかと思います。独立リーグもありますが、正直、給与面でも安定しているとは言えません。プロ野球球団が増えることがあれば、当然選手数を確保しなければならないために、必然的に選手の数が増加します。少しでも野球をできる環境を整えて、野球人口を増やそうといったのが、おそらく大会長の一番の思いだと思います。あとは、地方の新規ファンの獲得などもあるとは思いますが、大きく分けてこの3つかなと考えています。ここからは、16球団になった場合、本拠地をどこの都市にするのかを検証していきます。まずは、古田氏が明かした新球団本拠地候補の、静岡、新潟、松山、沖縄の4自治体を移動リスクと集客面の点から検証してみたいと思います。1つ目の都市は静岡。古田氏は静岡市と言っていましたが、浜松市も含めての検証です。2軍だけの球団を作る計画でも本拠地に上がる静岡。当然、16球団構想でも候補地に上がります。静岡市でも浜松市でも新幹線が通っていますので、交通の便は問題なし。と思いきや、静岡県の新幹線は望みが止まらないんですよね。しかし、新幹線移動ができるのであればセリーグなら可能性はあります。では、パリーグではどうなのか？パリーグは札幌からだと、どうしても飛行機移動になってしまいます。新千歳静岡直行便が調べた限り、1日2便だけでしょうか？この本数だと、移動は厳しそうです。羽田経由とかになってしまいますでしょうか？あと、何気に仙台からも移動は厳しい。仙台静岡直行便はないようです。新幹線だと東京駅で乗り換えが必要になりますね。という考えからセリーグなら移動リスクも少ないと思います。まあ、チャーター機が使えればいいんでしょうが、メジャーとは違うので資金面で厳しそう。集客面は移動のしやすさから考えると、地元の人はもちろん遠征組も静岡なら行きやすいでしょうか？球場は静岡市の草薙球場、もしくは浜松市に新しく建てる予定の新球場になるのか、浜松の新球場はドーム球場という案もあるようですが、収容人員が2万2000人となっており、これではオールスターも日本シリーズも規定で開催できません。もし、
本格的に新球団ができるのであれば計画変更の可能性もありますが、そもそも浜松だと名古屋に近いので中日とファンが競合しそうではあります。二つ目は新潟市。新潟にはハードオフエコスタジアム新潟という立派な球場があり、政令指定都市でもある新潟市があるということで候補に上がります。新潟も新幹線が通っているので首都圏からは行きやすいです。飛行機も調べた限りでは伊丹や福岡、新千歳なども少なくても1日3便以上はありそうです。ただ仙台だと東京回り、広島も新幹線で東京回りで行くか、福岡か伊丹神戸空港から空路になってしまいます。年に数試合だけならいいですが、年間十数試合になると移動リスクが上がってしまいます。日程をうまく作って首都圏チームと組み合わせれば可能性はあるでしょうか。あとは集客の問題。新潟市の人口は約 77.8 万人、阪神の西宮市は約 48.4 万人、西部の所沢市は約 34.4 万人と比べると十分すぎるかと思いますが、西宮市は大阪神戸の中間にあるので、両方からの集客が期待できます。西部も東京側からの集客が期待できます。しかし、新潟にはそういった大都市圏が近くにないため、集客はかなり苦しくなると考えられます。三つ目は松山市。松山坊っちゃんスタジアムというオールスターなども開催した球場があり、ヤクルトが秋季キャンプなども実施するなど、プロ野球開催の実績がある松山市。しかし、松山市も移動という点では非常に難しいです。移動となると、松山も飛行機になるでしょう。調べてみると現在本拠地のある都市から出ている路線は、福岡伊丹羽田名古屋、札幌や仙台からの移動はかなり厳しい。では、陸路？車でも特急でもかなり時間がかかります。可能性としては広島港呉港から松山観光港までフェリーが出ているので、広島からだとまだ行きやすいでしょうか。高速船でも1時間ぐらいはかかりますが。また、この移動は集客面でも厳しくなっています。四国の衛星写真を見てもわかりますが、四国の中心に四国山地があります。これが四国各県からの移動を困難にしています。松山まで行くのであれば、徳島なら兵庫大阪、香川なら岡山に行く方が近いです。ですので、正直松山本拠地はかなり厳しいのではないでしょうか。最後は沖縄県。沖縄セルラースタジアム那覇がある県庁所在地の那覇を想定。当然飛行機での移動になるでしょうが、本数的には問題ないぐらい飛んでるはずです。札幌仙台広島あたりは1日1本とかになっていますが、今は冬だからでしょうか？交通面では問題ないように思えますが、沖縄には最大の問題があります。そう、台風です。沖縄には毎年7個ほどの台風が接近するようで、当然、飛行機は欠航となります。現実問題として、試合の消化が非常に厳しくなることが目に見えます。沖縄に行けないどころか、沖縄での試合後に本島では晴れているのに、飛行機の欠航で戻れなくて試合中止なんかもありそうです。ですので、沖縄本拠地はかなりきついのではないでしょうか？古田氏が提唱する4自治体のうち、静岡は大丈夫でしょう。あとは新潟ならギリギリ可能性はあるでしょうか？松山と沖縄は少し厳しい感じがします。では、他の候補地はどこがいいのかを検証してみたいと思います。保護地域外の現在球団がない都市をメインに考えてみます。候補地1、京都府京都市、145万人の人口を抱えており、東海道新幹線も通っていることから人口面と交通の便は文句なし、京都市はかつて松竹ロビンスが本拠地にしていました。ただ、球場は新設、もしくは若狭スタジアム京都の改修が必須です。あとこれが一番のネック。京都はやはり阪神と巨人ファンが多い。これから新球団を作っても、新規のファンを獲得するのは難しそうです。候補地に、岡山県倉敷市。倉敷マスカットスタジアムがあり、球場は問題ないでしょう。交通面でも山陽新幹線が走っており、それも問題なし。ただ、岡山駅にはよく新幹線が止まりますが、新倉敷駅にはあまり止まらない？岡山から倉敷まで少し距離があるのですが、これぐらいは許容範囲でしょうか。
人口も岡山市約72万人、倉敷市約 47.8 万人、両市合わせると約120万人ですので大丈夫そうです。現在、岡山県のプロ野球ファンは広島と阪神が多いんでしょうか。どちらもセリーグですので、パリーグがいいでしょうか。パリーグだと飛行機移動の面がネックになってきそうですが、候補地としては有力候補になりそうです。そしてここからが難しい。候補地としては北関東の宇都宮や九州の熊本、鹿児島などが考えられます。どちらも新幹線があるので、交通面は問題なし、宇都宮なら仙台と関東圏なら行きやすいですね。となるとパリーグ？札幌、大阪、福岡からは少し時間がかかりそうですが、あと、宇都宮だと東西のチーム数バランスが崩れるのもネックか、新潟に球団置く前提ですが、となると、熊本か鹿児島？鹿児島は少し遠いので、政令指定都市がある熊本市が有力でしょうか？熊本になった場合、藤崎大県営野球場の改修が必要になりそうです。しかし、ここはソフトバンクが強いために集客面で苦戦しそうです。ということで、候補地をいくつか出してみましたが、どこも一長一短ですね。こうやって考えると、仙台は日本に残されていた最後の候補地だったのかもしれません。ですが、結論を出さないといけないので、セパと東西のバランスを考えて個人的追加4球団の候補地はこちら。セリーグが楽すぎるでしょうか？パリーグファンに怒られそう。やっぱり新潟がちょっとしんどいかな。あと、パリーグ西地区新規球団2つは戦力差ありすぎですね。最後に、球団を増やす上でのデメリットも紹介しておかなければなりません。まずは、4球団増やすとして、その親会社が4つもあるのかどうか。プロ野球を経営していくにあたり、1年間にかかる経費は選手年俸などを含めると100億円とも言われています。これを払える能力のある企業が日本にあるのかどうか。あるにはあるでしょうが、プロ野球の経営に興味があるのかどうか。規定では球団を持つことが許されるのは日本の資本がある会社だけで、外資系企業は球団を持つことはできません。もし球団を拡張することになれば、この規定は改定しなければ親会社が見つからない可能性もありますね。次に人を集められるのか。選手だけで約70人、コーチや裏方さんなど含めると当然もっと人が必要です。これだけの人数を4球団分集めることができるのか。人といえばこれが一番の問題。選手のレベルの低下。現在の一軍レベルに達しないような選手でも使わざるを得なくなるでしょう。これは、現存球団でも新規球団でも。そして、新規球団は最初期は楽天の時のように初めは弱いでしょう。勝てない、客が来ない、儲からない、補強ができない、勝てない、負のスパイラルに陥った時に、どれだけ会社が我慢できるのか。となると、やはり親会社の資金力はあった方が良くなってきますね。と、つらつらと妄想を垂れ流してきましたが、個人的には16球団は見てみたいです。が、こうしていろいろ考えてみると、現在の12球団が一番バランスがいい気がします。皆さんはどうお考えでしょうか？ぜひコメントに残していってください。それでは、本日の動画はここまでです。これからもこのような動画を作っていきますので、もしよろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。